めげないしょげない。ごめんなさい。はい、今回の動画は、一番先生、鬼滅の刃最高位の剣士、柱行っていきまーすねめぇもう昨日ね、編集結構ギリギリまでやってて、で、うん、いざ、あーもう寝るかーつって、布団潜ったらさ、ブーンつって、虫のね、羽の音でね、あんまり寝つけなかったんだよ。はい、じゃあラインナップの方、紹介していきたいと思います。今回の鬼滅の刃はね、かなり人気高いかなって予想してます。っていうのも、フィギュアが今回3種類ありまして、マスターライズ、これね、3種類ともマスターライズなんよ。前回、炭治郎くんだけがさ、マスターライズフィギュアで来てたんだけど、今回なんと A 賞煉獄さん、そして B 賞が義勇さん、そして C 賞が忍さん。いやー、すごいラインナップできたよね。全部でかいでしょ。だってでかいよ。だよ俺いきますよ。はい、26センチ26センチ23センチ。はい、優勝。もうサイズが優勝。どのねキャラクターもねめちゃめちゃかっこいいんすよ。煉獄さんもね、表情決まってるね。そうだね。ギユさんもポーズがいい、このクールな感じが。うん、で、しのぶさんも。はい、めちゃめちゃ美しいじゃないの。ね、はい、という感じでね、もうね、俺個人的にはね、どこ引けても嬉しいです。で、続いて D 賞。こちらもね、すごいのよ。メタリックアートシートっていうかっこいい名前になっちゃってるよ。メタリックアート。これめちゃめちゃ気になってるんですよ。はい、続いて E 賞がアクリッツキーホルダー選べる全14種。でここにはね、俺の最推しのねずこちゃん、はい、ここにいます。上目遣いやめろって、めちゃめちゃ可愛いじゃん。で、のすけもいる。いるね。はい、のすけもレオナと筋肉が推しというところですよね。で、さらによ、3人とも目をつけたところはね、ここです。ムキムキネズミ。これグッズ化されちゃったのやばいね。ついに来たかと。いや、これキャラいいよね。いいよ、本当に。いいキャラしてるんだわ。ムキムキムキみたいな。あれたまらん。これが選べるんでね。まあ、早めに引ければワンチャン手に入れられるということです。はい、続いて F 賞がキュンキャラ小皿。こちら選べないランダムの7種。ここにね、マイスの、最推しの、ネズコちゃんがいるんで。でもこれね、ランダムだからさ、小皿 F 賞引いてもね、出るかどうかわかんないけど、めちゃめちゃ欲しいです。そして、解消の最後、G 賞のチョコノッコラバーマスコット。こちらが全15種で選べないランダムという感じになっております。こちらもね、もちろんうちらの推しもいます。はい。いつものまあラインナップかなっていう感じはありますけども、最近さ、猪之助さ、被り物してないけどさ、これワンチャン、なくした説あるよね。なくしたんや。なくしたんないだろう。大事なもんだから。あ、夏だから外してたんで暑いんだよ。あ、なるほどね。濡れるんだって。あー、衣替えか。そう、クールビズ、クールビズ。クールビズか。そして、最後、ラストワン賞が今回、煉獄さん。髪の毛のところね、足の方の、なんだ、ブーツ？ブーツ？履き物でいいんじゃないか。これが、まあ、メタリックになってる。はい、それでは今回もいつものごとく、鬼滅なんで人気が高いのでね、今回特に、企画は設定しませんが、対象でもうちらの推し、そしてフィギュアなるべく弾けるように全力で頑張っていきましょう。あとは俺の眠気との戦いだな。あ、そうだな。頑張っていきましょう。はい。あ、先にとりあえず鬼滅からいきます。おしゃめだ。従業員一人しかつけない。あ、全然全然。そこは大丈夫です。むしろね、ゆっくり弾きて。そうだね。なんかわちゃわちゃしちゃうと。はい、次どうぞどうぞどうぞ。ああ、よりも俺はゆっくり弾きたい派なんで。はい、5回ですよね、制限が。あ、じゃあ、まあ、とりあえず5って。よし、太陽お願いします。1、2、3。はい、じゃあ、はい、お願いします。いきます。はい、小皿 F。 うん、ありがとうございます。やばいな、やばいぞ。ラスト。解消だらけだったな。そんなゆっくりめくらんでも。なるほど。フィギュア一体でも見たいよな。マスターライズだぞ。それは見たいって。はい、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 やろ。FG 以外見たいよね。FG 以外って言って FG が出た。まあ一番出やすい枠なんで FG が。そうだね。
ポピーと。ここでようやくいいが見れた。いいだけにいい感じでした。いいかいいか。はい、猫店いらっしゃいませ。はい、猫店かな。うん、俺がめくるね。うん、はい、じゃあめくります。はい、 G、 はい、G、 アクリル、アクリル、きた、アクリル、いい、はい、ラスト1個か。 G か、フィギュアでかいね。あ、じゃあ最後5枚になります。あ、もしかしたらね、抽選で4枚になっちゃうかもしれない。じゃんけんで勝ったら5枚買う。そんなあ、じゃあお願いします。はい、もっとリアで5枚買ってください。あ、はい、はい、はい、行きます。はい、ラバーマスコ、ラバーマスク、アクリルないかな。ラバーマスク、マジ GGG。 お、アクリル付きホルダー、もう何が残ってんだろうね、気になるね。お、めっちゃ G だったね。いやでもタイヤリだよこれは。うんうん、タイミングめっちゃ良かったな。ありがとうございます。で、これで最後のこれ一つですね。はい、はい、ありがとうございました。ゆうたろうが最後に残されておった。おい、いいよ。いや全然いいじゃんね。優勝！優勝！乾杯！乾杯！いやー、すごいすごい。やばい。ねえ。いや、最初さ、5回制限で3人引いてさ、うん、フィギュアゼロでさ、わー、爆死パターン来たーって思って、ダメ元でね、2周目並んでたら、うん、いつものね、店長さんが。うん、こうやってきてさ、そうね、やってたよ。もしかしてって思ったら、ねえ、もしかしたらまあ残り10回とかそんぐらいかなって思ったら5回。ねえ、これパチンコで言ったらあれよ、ラッシュ行って、うん、ST 行ったけどスルーしちゃって残念な気持ちになったけど残保留で引き戻した感じ。ああ、しかもこれってもう全回転引き戻した。もう全回転だよ。はい、ということでね、またしても鬼滅でラストワン賞。なんか過去の YS チャンネルの動画の鬼滅の一番くじラストワン比率半端ねえ。マジでやばい。びっくりするぐらい、またラストワンですよ。通り目のくじといえば竹道っていうぐらい、もうね、鬼滅のくじといえばラストワンみたいな、なんかもうそんな感じになってるよね。はい、というわけでね、まあ、今回無事ゲットできましたので、まあ、会場から順番にね紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず衣装からいきます。アクリルキーホルダーですね。はい、こちらは全部で4つ引いてきたという感じになりますが、はい、まあ、ギフトはまあまあまあはい、あの選んだわけではないですけども、はい、余ってる。それをイノコと、ゼンコか。はい、ここ名前がね、ちゃんとね、そういう風になってるんだよね。正式名称じゃなくて、こっちの名前になってると。で、イノスケと、ユネ。ね。いや、これね、見て思い出しちゃった俺。結構最近遊郭見たばっかりだったから、うん、まあ、最後の時にね、うん、うん、ね。ね、もうね、もう見て、見てとしか言えないね。そうなんだよな。泣くなって。はい、開けました、伊之助。はい、はい、特徴としてはかなり厚みがあります。めちゃめちゃ分厚かったね。え、うん、でもねこれ普通に平らなところに置けば飾っておくこともできますね。うん、なるほどね。でイラストについては、うん、奥の方にこうプリントされているので、うん、傷つきにくい。ああ、そうだね、表面がね、いいね。いや、いいデザインになってますね。ちゃんとモルチェもついてるね。こうやって、はい、キーホルダーとして使うこともできます。はい、続いて F 賞の小皿、こちらを開封していきます。これさ、結構でかいんだよね。これ小皿って言うけど中皿ぐらいじゃねっていう感じなんだけど、まあ全7種あるんで、ここでねずこちゃん全力で狙っていきたいです。お願いします、太陽の。
いやお願いします、本当にネスコちゃんこれね、あれちょっとね怒ってるんよ、ムームー言ってるんよ、これめっちゃ可愛くない、お願いします、せーの、はい、おーおー、どっちだ、忍ぶ、あ、そうか、忍ぶじゃん、そうだよ、おおやった、推し地引き、地引きたった1枚でやるやんこの組み合わせめっちゃいいっす ね、あ、こうした方がいいかな、ああ向き合ってね、向き合ってる感じ、ああなるほどね、はい、ではラスト2枚、はい、いきます、ここでねずこちゃん出なかったらもう俺泣いていい、そういきますよ最後、うん、せーの、はい、うわあマジか、マジかさ、ほんと言ってたね、また緑をねめっちゃいい笑顔してるで煉獄さんね、いやーマジか、すごいね、女の子キャラがどんどんってきた後に、うんうん、すごいね、なんかわーっとした男の子とデンってなんかギャップを感じるよね、そうね、ねえどうぞやっぱお尻を全面に出しちゃうと ね、なんかね中身が入れ替わるっていう噂を聞いたことがあります、入れ替わるんだ、そうだから聞いた時、選んだ時は本当はねずこちゃんだったかもしれないけど、俺が、うん、あのねずこちゃんお願いしますお願いします、欲しい欲しいって言ってる間にだんだん緑色に一番くじあるあるですよこれ、いやない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 、あるあるか、こんなこと、あるあの中身があるな、欲しい欲しいって思ってる時に限って出ないそれ引きが弱いだけだよ、ただ自分の教えだからって調子乗ってるじゃないぞはい、煉獄さん、はい、どうぞ、ありがとう、僕には忍さんがいれば、あ、これ、あ、これ僕の忍さん、返してね、返してね、はい、じゃあまあね、俺とご縁の深い緑色キャラクターのこの炭治郎くんで、軽くね、レビューの方させていただきたいと思います、めちゃめちゃいい表情ですね、はい、はい、でこの周りのね、このフレームっていうか、あのイラストデザインもうすごいね、いいね、なんか鬼滅感あって、うん、いいなと思います、すごい和風だよね、やっぱね、小皿だけど、うん、小皿だね何それ、あの深さもねちゃんとあるんで、全然もうねこれね堂々と醤油入れてもこぼれません、そうだね、はい、でこれ陶器になってるので落としてね割らないように気をつけてくださいね、まあそのぐらいかな、はい、それでは続いて G 社のラバーマスコット、こちら10個、そして切り替え2つ、全部で12個あるんで、全15種あるんでね、いやーコンプはまあ不可能だけども、これはもうね YS の最初のねずこちゃん、これ期待しちゃっていいでしょ、いいぞいいぞ、ね、もうねいるよね、あんま言うとあれだ、あ、中身がさっきのやばい、あの現象起こっちゃうから、中身が変わってる説、うん、この現象なんか名前誰かつけてくれこの辺で狙いつったら、まああれだね、ねずこちゃんで伊之助で、うん、レオナも伊之助、うん、であとはおばみつ、うん、天元さん、うん、まあその辺じゃないかな、うん、はい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 、まあどれででも割と、うん、全然嬉しいよ、あと無一郎くんが欲しい、あ、無一郎くんね、はい了解、それでは一つ目いきましょう、はい、せーの、はい、おお天元さんいきなり被ってきたチョコノッコシリーズはねやっぱ可愛いんだよね、このミニキャラになるだけでめちゃめちゃ可愛くなっちゃう、はい、では二つ目いきまーす、せーの、はい、おー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 目覚めた、密利よ、おーでも柱、そうだね、うん、柱ゾーン来たってことは、柱ゾーン、柱ゾーン来たってことはよ、激アツか、来るんじゃないのムイ君、おおねえ、こっち終わったぞ、あ終わった、じゃあはい手伝って、センキューセンキュー、いきます、せーの、はい、うわ天元さん3つ目出るね、はい煉獄さん、結構バラバラに取ったんだけどね、おはい、では行きましょう、せーの、はい、おおおお来た、ムイチロー君や、ムイチロー君、煉獄さん、煉獄さんやばい、これめっちゃ被るどうしよう、なんなら柱多くね、そうだね、めっちゃ柱出るやん、え、もうあと4つやばいじゃん、ちょ待って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 、ダメダメ、あんまりあんまり言うと中身変わっちゃうから、そうだそうだ、よくないよくないよくない、いきます、お願いします、せーの、はい、大きな謎が、まあでも来たよ猪之助、筋肉のようなの惜しい、いやめっちゃいいじゃん顔が絶望の顔してる諦めない。あ、そうだ、ない、ね、最後に引くんですよ、YS チャンネル。見ててください。いきますよ。ラスト、せーの、はい、よしよし、おーっとねずこじゃん、もうないもう、もうかな、こりゃ。大丈夫ねずこじゃんやっぱ名前変わってんだな。はい、では最後に、ラストワンショーのレオクさんのハイフィギュアを開けて、レビューしてね終わりたいと思います、はい、まあ、これがあるからねもう全然優勝なんですよ、これがなかったら俺ねもう動画出してないかもしれないはい、というわけで煉獄さん開けてみました、いやすごい
とにかくまずサイズ感よ、めちゃめちゃでかい。これね、画面だとちょっとね、画面越しだと伝わりづらいんですけども、見て、手のひら、手のひらがね、このぐらい。いや、わかんねえな。わかんねえな、むずいな。レッドブルですか？あ、レッドブル。はい、レッドブルと比較してみましょう。はい。これ、ちなみにレッドブル、これ、でかいやつなんで。でかいレッドブルなんで。さらにでかいですよ。はい。もう、すごい。まずは、そう、大きさの、この迫力すげえなっていうのと、もうね、開けた時、この髪の毛がね、すごい、キラキラしててね、めっちゃかっこよかった。ねえ。いやすごいな。あとね、表情がやっぱね、煉獄さんらしさちゃんと出てていいなって思いましたね。はい、まあそんな感じです。まあ上からねちょっと流しで、はい、いきますよ。アップにするとやっぱ目力が相変わらずすごい。であとは胸筋だね、うん、ね、すげえ盛り上がってる。そう、斜めから映した時にもこのね、お胸がねちょっとねもっこりしてるんよ。もっこりってなんだよ。やめろ、ムキっと言え。ムキムキしてるんよ。ねえ、でこの刀もすごい細かい細かい、ここデザインがね。でここのさ、つばの部分っていうの、うん、これ炎なってて ね、これいいね。はい、じゃあベルトから下行って、はい、シワの部分も、はい、しっかりね細かくっていう感じですね、うん、で足よ、これちょっとね比較できないからわかんないけど、ここもラスワン仕様に多分なってるんだろうね。はい、ちょっとメタリックカラーっていうのかな、ちょっとテカテカしてるような感じになっております。でそのまま後ろ行きますよ。はい、横に回し、はい、後ろ行っちゃいます。羽織がすごい、うん、この後ろの髪の毛もさすごいね。なんじゃこの毛の量は。羨ましいな。羨ましすぎるよ。これだけ見たらもうなんかのシンボルマークかなっていうぐらいすごい。ライオンみたいだよ。あー確かにね、これセットするの大変だろうね。しかも後ろだからさ、うん、見えないもんね。見えない。これ多分毎回あれかな、美容院かなんか行ってセットしてもらってるのかな。柱ともなるとそういうのが専属でつくかもしれないね。あー、なるほどね。はい、下行きます。いやこれも迫力あるんだな。結構横にねこの羽織がバッて広がってて、うんうんうん、でさらにねこのシワとかも ね、すごいよね。はい、じゃあ足の部分ね、後ろはこういうデザインになっておりますという感じですかね。靴の裏、おー最強。やばい、靴の裏もやっぱしっかりしとるんや。うん、さすが。いやマスターライズはねやっぱ裏切らない。はい、というわけでね、羽織のねこの隙間から、覗き込んだ時に背中のね滅の字がねこれあるんよ。ただぼやけてるせいでちゃんとねあの画面越しで伝えることはできませんけども、しっかり肉眼ではぼやけないでね滅の字が書いてあります。はい、というわけで以上ラストワンショーのレオシさんのフィギュアでした。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。私チャンネルくじ動画たくさん投稿しておりますので、くじ好きな方ぜひ下からチャンネル登録と高評価、そしてツイッターフォローの方で応援よろしくお願いいたします。お願いします。今年の目標のチャンネル登録数1万7000人まで残り100人を切りました。お、今見ている方で、まだ登録していない方いらっしゃいましたら、ぜひこの機会に登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃらねずこちゃん。愛は喜びが溢れている物語。